い、今回やってきたのは横浜駅でございます。こちら横浜駅西口ですけども、最近工事が終わりましてとっても綺麗になっていました。はい、どうも、宅販ボーイです。今日はですね、横浜駅のイルミネーションがとても綺麗ということで、ちょっと駅周辺をね探索しつつ見ていきたいと思います。結構寒いですね。まず早速じゃあ西口のイルミネーションから見ていただきましょう。ビルの一面にイルミネーションがありますね。6個の輪っかは何を表しているんでしょう。5つだったらオリンピックですけどね。こちら西口のイルミネーションです。今年で37回目となります。こちら横浜ブルーをテーマとしておりまして、西口のこちらはですね、新型コロナウイルスに対応する医療の方々への感謝の気持ち、そして世の中を明るくしたいという思いをですね、こちらの明るいライトブルーの色に込めているそうですね。とってもいいですね。ちなみにこちら2月14日までやっております。時間17時から23時、ぜひ行ってみてくださいと。こちらは横浜駅東口になります。バスターミナルへ向かう通路が少しイルミネーションがありましたね。エスカレーターにご乗降の際は足元に十分お気をつけください。少し奥に行くとノリノリな海外の方がいました。東口ですね、横浜駅。非常に東口はイルミネーションもなくて静かで落ち着いてますね。こちらは今ベイクウォーターへ向かう途中の動く歩道です。快適。こちらは東口から少し歩いてきたところにあります、通路ですね。ここも非常にイルミネーション綺麗ですね。ツリーとなんか蜘蛛の巣みたいなやつがあります。あと何ですかね、あれ月ですね。なんかウサギみたいになってます。ちょうど男の人が歩いてる。おしゃれな。はい、あ、綺麗、緑色も綺麗ですね。はい、以上、東口から少し歩いたところのある通路でございます。ちなみにこっちは道路と閑静な街並みになってます。そこにあるのは木桶です。こちらはベイクウォーターの向かい側ですね。新玉川に映るベイクウォーターの明かりがとても綺麗ですね。ベイクウォーターはもう年中イルミネーションって感じですね。はい、ということで横浜駅イルミネーション見てきました。僕的におすすめは、東口です。意外と東口のイルミネーションは落ち着いていて、座る場所もあって、まあ、川も近くに流れているのでゆっくりできると思います。それでは皆さんもこの寒い季節イルミネーション楽しんでみてはどうでしょうか。それではまたお会いしましょう。シェイシェイツイッターで恋ダンスよいしょ。